写真拡大。オープン戦、阪神・巨人、13日、甲子園球場。この日、スタメン出場する予定の阪神ドラフト4位前川右京外野手、18、智弁学園が、試合前のフリー打撃で50スイング中3本の柵越えをマークした。右翼に2本と左中間に1本。右翼への柵越えは高い放物線を描き、軽々とフェンスを越えていった。フリー打撃前には、井上ヘッドコーチから左翼守備のマンツーマン指導を受けるなど、一軍の選手と共に精力的に汗を流す。